せーのかい、よし。ながら演奏できるのってすごい幸せだなという気持ちでした。おしゃれですごく文化的で、すごく好きでした、はい、ただ演奏するだけじゃなくて、なんかこの中で僕らも音楽を演奏できるっていう、なんかこう、すごくトータル なんかね、こういうこんな落ち着く風も吹き抜けて、緑もこうステージから見えるっていう、なんかこういった環境で演奏できたのは本当に幸せだったなと思います。こうみんなスタッフが、飛騨のチームが手作りで、でもすごいセンスも良くて、地元の飛騨に対する愛、飛騨高山への愛もすごい感じるし、ジャンルに関わらずいろんな音楽をみんなで一緒に楽しめて、地元のこう文化だったりとか歴史っていうのにも触れることができて、すごくいいフェスだと思います。本当に大変だと思うけど続けてほしいです。来たことないフェスに来るのは本当に毎回楽しみなんですけど、このフェスは特にみんな周りからの噂をたくさん聞いてたんで、いいフェスだよって聞いてたんで、すごい来るの楽しみにしてたんですけど、本当にいいフェスで、神社使ったりしたり、そういうもともとあるいい建物を使っていい雰囲気作って人を呼んで、イ
ベントやるみたいな、その良さがすごい感じました。どん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 これからも活発になっていって大きくなっていくんじゃないかなって、すごい希望なんで、自分らにとってはどん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 やってほしいです。前の人を見て踊るだけ。